東北インテリジェント通信株式会社は日本の電気通信事業者。東北電力の完全子会社で東北電力管内で電気通信事業を行っている。アステルブランドの PHS サービスを2004年12月1日に全国ローミングが停止した後も東北地区限定で続けていたが2005年7月28日をもって新規受付を終了し、 アステル東京のサービスを提供していた予山が、同年11月30日に、音声サービスを終了したのに伴い、同サービス最後の事業者となったか、2006年12月20日には、アステル東北もサービスを終了した。かつて、デジタル通貨東北、JFON 東北の出資会社の一つであった。このことが、現在に至るまで、ソフトバンクの東北エリアに、 新潟県が含まれることになった遠因とされている。2012年に ISDN サービスを廃止した後は、すべてのサービスが法人向けとなっている。2012年10月に創立20周年を迎えるにあたり、さらなる企業価値と知名度の向上を図るため、新たに企業ブランド、土白ネットを導入した。ありがとうございます。